はい、皆さん、こんにちは。聞こえますでしょうか？こんにちは。こんにちは。はい。長島ストーリープロジェクト2021年度取り組み発表会、そろそろ始めたいと思います。はい。私、司会を務めさせていただきます。ライターの大石はじめと申します。よろしくお願いいたします。そして、やりやさん、山口さん、自己紹介お願いします。喫茶さだなみハウスのやりやです。今日はよろしくお願いします。今回、映像制作、監督、音楽も含め、制作させていただきました山口晃久です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はこの3人で、90分ほどという感じですかね、お送りしていきたいと思うんですが、早速ですけど、まず、ヤリアさん、本日のこの取り組み発表会、どんな会なのか、まずお話しいただいてもいいですか？さだなみハウスなんですが、2019年の7月にオープンして、今、約2年半ほどになりました。で、長島の時間の流れもゆっくりなのか、早いのかよくわかんないんですけど、もう皆さん、ここに住まれてる方、とてもご高齢で、オープンしてる間にも、常連さんを何人か見送ることが増えて、で、そんな中、さだなみハウスなりに、やっぱ入所者の方々や、そこに関わる人、それから長島によ呼ばれてくるような人たち、いろんな話を聞いて、それを記録して映像を残そうと思い、このプロジェクトを始めました。で、今日ご一緒してくれてる山口さんと大石さん、それから他の心強い皆様で、どんどん今、プロジェクトとして動き出したなっていうような手応えがあります。で、今回この映像に協力してくれた皆さんが顔を合わせるような場所を作りたかったんですけど、しかし今のコロナの流行によりそれも難しいので、今日はこのようなオンラインの発表会にさせてもらいました。で、これを皮切りに皆さんに私たちのプロジェクトを知ってもらえたらなと思っています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですんで、今日は、全部で8本ですね、の映像を、ご紹介しつつ、フルのものもあれば、デレクションもありますが、その山口さんがディレクションされた映像をご紹介しながら、その裏話というか、背景も含めて、いろいろとご紹介していければですね。で、後ほどですね、この、チャットの方に、URL をですね、ヤリアさんがアップしてくれると思うので、で、そちらからですね、その映像を改めてご覧いただけます。で、そちらに、1本、8本のそれぞれの、テキストも文字化したものも、公開されてますので、そちらでじっくり、お読みいただければなという感じです。で、このメッセージを公開にしてますので、今アップされましたね。こちらから、ご覧いただけます。で、何か質問とかあれば、コメントいただければ、ちょっとトークの時間がですね、限られているということもあって、すべて、お答えできるかどうかちょっとわからないんですが、コメントいただければという感じですね。で、何せ8本もあってですね、どんどんシャキシャキ進めていかないと、時間内に収まらないということもあり、まず、一つ目、一本目が、長島ストーリープロジェクトボリューム1、新しい出発地点と題された、これは、愛西の自治会長の、中尾さんと、ヤリアさんが出演されている映像ですね。これをじゃあ、まずご覧いただきましょうか。開園したのは昭和5年だけども、実際に入所者が入り出したのは6年の3月なんですよね。で、このちょうどこの下の海岸に上陸したんで、そうか、ここは本当にいいところ。ここはね、そっか、もう本出当発地点。出発地点にさだなみも。2019年、去年の7月7日
福祉課っていう愛生園の事務所があって、でそこはあの入所者の人たちの窓口みたいなとこだったんですけど、それがこうここの人口もすごく140人とか減っていって、全部がこうコンパクトになって、でここがすっぽり空いて、でバス停の前だし、なんか使えたらいいなってことで。使ってる野菜はこの同じ地区の虫明けっていうところで、私と同い年の農家さんがいて、でそこからお野菜はできるだけ買って、そこを中心に使ってます。今あの愛生園90周年って言われてて、でこれから10年経つ時に、多分ここの人たちはどんどん少なくなっていっちゃうだろうから、やっぱそういう人たちとの話せる時間なんかをすごくまあ大切にしていきたいなって思う一方で、やっぱしここを中心にこれからこの飲食とか喫茶の営業だけじゃなくて、本当いろいろ長島の歴史とか暮らしとかいろんな表現とか、そういうものとこうさだ波を掛け合わせていきながら、まあ、いろんなことをやっていけたらなと思ってます。本当にあのこれ、さだ波ができて、人が来るようになったというように思います。ね、みんなのSNS、インスタグラムとかでこう写真を撮ったやつを見て来たとか、そういう仲間が。また皆さんに来てほしいですね。はい、まず早速1本目がですね、途中で切れちゃいましたね。はい、まあでも、はい、大体見えましたね。ほぼほぼです。はい、新しい視点。まあ2019年7月に、愛生の中にオープンした喫茶さざ波ハウスの、まあ、活動を、まあ、取り組みを、まあ、ご紹介した映像ですね。山口さんは一番最初に愛生園を訪れたというのはこの時が最初だったんですか？そうですね、この2020年の8月だったかな、まさにこの撮影の時に前日なんですけども、まあ、僕も岡山市の方は結構何回も昔から行ってるんですけど、それ以外は本当に初めてで、長島っていうのも正直どこにある島なのかも全く分からなくて、はい、それがまあ本当今回が初めてです、この撮影の時が。初めて愛生に足踏み入れた時にどんなことを山口さん感じられました？僕はあの鹿児島の鹿屋っていうところに、まあ敬愛園っていう同じ感染病の療養所があるんですけども、そこは昔からの、まあ、鹿屋には友人がいっぱいいて、その話は聞いてたんで、まあ、全国にあるっていうのも聞いてたんですけど、その長島にっていう、まあ、島っていうイメージが全くつかなくて、大きさも分かんなくて、で岡山から1時間聞いてたんですけども、まあそれでも初めて行った時は本当に、あ、すごいなんていうのか、もう夜は真っ暗で、動物は普通にうろうろしてるし、鹿とかね、いろんな動物が。はい、僕その初日の夕方撮影が終わってちょっと散歩してたら蛇見てその日の夜蛇の夢見ましたけど、ね、それぐらいもね、なんかそこから中にいろんな自然が残ってるなっていうのが一番でしたね。そうですよね。
僕も一番最初に行ったのが2021年コロナ直前というか、まあ、3月か、あ2020年か、うん、ですが、まあ、その初めて行った時本当になんていうか独特の空間だなと思いましたね。ちょっとそれがどう独特かってなかなか言葉にしにくいんですけど、本当にこう時が止まったような場所というか、ちょっとこう、まあ、言葉にできないぐらい美しい場所だなって思ったんですよね。いや本当なんかその想像してたのとやっぱ行って感じることってめちゃくちゃあるギャップがあって、うんうんうん、まあ、正直すごくいろんなものが止まってるなというか、その、うん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 、その岡山の町に帰った時にすごいネオンの光で、まぶしかったですね、目が。わかります、わかります。それぐらいなんか本当に残ってる時間がなんか止まってる感じがして、うん。ね、別の世界っていう感じがすごくしましたよね。うん、で、今の映像の中で、出てこられた、自治会長の中尾さん、まあ、ヤリアさんも交流が深いというか、日常的に会話を交わしていると思うんですが、中尾さん、どんな方なんですか？中尾さんは本当、もうとにかくチャーミングな方で、今87歳なんですけど、私たちの言葉についていってくれるというか、同じ温度感で話をしてくれるし、いろんな引き出しをとにかく持ってるので、もうあらゆる引き出しをこう引っ張り出したくなるような、ちゃんとそれに対して本当いろんな話で答えてくれる面白い方です。だからね、そのこのタイトルが新しい視点っていう映像のタイトルで、これとっても素敵なタイトルだなと思って、まあ、その中尾さんにとって、まあ、愛生園っていう場所が一つの出発地点でもあり、そのヤリアさん、まあ、そのサザナミハウスっていう場所がヤリアさんにとってある種の出発地点でもあると、その二つが重ね合わされてるっていう感覚ですよね。いや本当にそんな感じです。なんか長島に関わるようになって、すごく自分の中でいろんな変化が起きてるなって実感します。うんうん、ですよね。で、これがまあ1本目、まあ、まずさざ波ハウスっていうこのプロジェクトのまあ一種のまあ拠点というかホームとなる場所の紹介する映像だったわけですが、2本目が今度はですね、青い鳥楽団の足跡という、愛生園で活動していた一つの楽団のと、まあ、それをまあ、改めて捉え直す活動の紹介する映像ですね。じゃあこちらをお願いいたします。実を言うと、その明確に答えるっていうのがちょっと難しくて、僕がなんでこんなに惹かれて取り組んでいるんだろうっていうのが、なんか自分にとってすごく大事な音楽の本質みたいなものがあるような気がしてならない。濃厚な匂いみたいなのをすごい、その近藤さんとか青い鳥の、まあ、音源聞かせてもらった時に、その空気感というか一番こう心にこうきますね。純粋に、近藤さんが作られている音楽が本当にこう朗らかな曲があったり、こう内向的な曲があったり、あ、豊かな方だなっていうふうにすごく感じています。俺たちは俺たちの手で生活を作っていく、特に目の見えない、あるいは手足の障害のある重症患者がそういうことをつぶやき始めましてね、そして楽団を作ろうじゃないか。はっ、今ここに見るこの強い
いざ友よ悩みを乗り越えて歌えば楽しく愛せの空に命の翼が羽ばたくのだ。長島は演奏しに来たのが今回で3回目で、あとは調査といいますか、その青い鳥楽団の、資料を調べに一度一人で来ているので、それも合わせると、4回目ですかね。自分が、暮らしているところからほんの数十分車を走らせただけのところなんですけど、なんかあ電線がないなとか、ちょっと歩いてたら動物が出てくるなとか、美しすぎて違和感がありました最初。おー、これは来るな。角がある。かっこいいわ。あ、ちょっと足悪いな。足悪い。なんかやっぱ曲を作るっていうのはすごいやっぱある種こう内面をさらけ出す作業で、それはなんかどんなにいわゆる作曲術とか学んだりとか習得したとしてもちょっとずつ違うから面白いって考えて、近藤浩二さんの曲を見た時に、あ、こここんな風にメロディー持ってくんだとか、こういう構成で曲を組み立てるっていうのはちょっと全然考えもつかなかったなみたいなのが結構ありますね。小さな銀の鈴、リリンリリンリリンリンリンリ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 ンリン、遠い国から呼んでいる母の声が懐かしや。海の向こうには夕映えの海の向こうには声がある。忘れかけていたいろいろな声がいっぱいに広がっている。茜グムの降りてゆく水平線のその向こうだ。古い田舎町の聞き慣れた人々の声がある。ヨシちゃんやフデちゃんの歌声と一緒に幼い日の私の声も弾んでいる。あの紡績工場のサイレンが鳴るのも今頃であろうか。幾重にも輪になって夕雲を飛び越え風に輝き遠くこだましているあの声、あのかすかなとどろき。海の向こうには甘いイチゴの取れる田舎町の遠い日の思い出が弾んでいる。ここに、まあ、それは
近藤さんだけじゃなくて、近藤さんとあと青い鳥楽団とか近藤さんとこの長島っていうあの関係の中で、とにかく音楽についての大事なことがなんかすごくあのあったし、近藤さんの音楽に何かすごくその音楽にとってのあの大事なことが隠されてるっていう気がしてしょうがなくて、でもなんかそれって結局なんだろうっていうことが未だにもちろんあの明確にはわからないし、音楽とか音ってなんだろうみたいなことについて今一番なんか考えさせてくれる場所があの近藤さんの音楽とこの長島っていう感じですかね。海への宮に捧げし誓いよ、その玉よ。あ、鶴島に今日も海鳥さえずるばかり。はい、2本目が、青い鳥楽団の足跡ですね。出演は阿部海太郎さん、遠山武雄さん、遠間いとこさん、で、まあ、青い鳥楽団の、まあ、近藤浩一さんの、記録映像も使われていたという感じですね。で、まあ、先ほどの公演というのが2021年3月13日に行われた青い鳥のハモニカという、まあ公演の映像が、まあ、中心になっているわけですが、ヤリアさん、この時の、講演ご覧になってどんなことを感じました？そうですね、これはあの2回目のさだなみハウスで2回目の講演で、あの歴史家の企画だで完全にオンラインで無観客だったので、すごく贅沢な時間を味わわせてもらったんですけれど、本当あの近藤さんの素晴らしさとともに、やっぱしこうなんか私たちも音楽をしてみたいっていう、こうなんか湧き立つものをなんかすごくあの3人からは感じました。本当ですよね。あの山口さんいかがですか？まあ、山口さんご自身も音楽家でもあり、あの、まあ、こういった、まあ、いわゆるその青い鳥楽団という、まあ、昭和28年に作られた楽団の、レパートリーを、まあ、取り組むと同時に、まあ、近藤さんの、まあ、先ほど、この闇を光にという、まあ、近藤浩一さんの、著作の中から、まあ、そのポエトリーリディングというか、まあ、朗読が入ったりとか、まあ、様々な形で、青い鳥楽団近藤浩一さんの、まあ、作品にもう一回取り組んでいくということをやってたわけですが、山口さんは公演をご覧になってどんなことを感じましたか？そうですね、もちろん初めての曲聴いた曲ばっかりだったんですけど、僕が一番印象に残ってるっていうか、一番最初に感じたのはやっぱ歌詞ですね。言葉、なんか独特の言葉遣いというか、まあもちろんね、その曲に載ってるんですけど、すごい言葉が先に入ってきて、なんかその背景をちょっと探りたいなっていうのはありましたね。どういう時代にこの歌詞を書いたのかとか、だから音楽っていうよりも、まあ、作詞の方がちょっとすごい興味があります。なるほどね。あの僕もあの個人的にというか、青い鳥楽団については関心があって、あのその今の映像の中で海太郎さんが音楽の本質があるような気がしているとか、音楽の大事なことが近藤さんの音楽には隠されてるんじゃないかっていうふうなことをおっしゃってましたけど、僕もまさに同じようなことを感じるんですよね。何か強烈に惹かれるというか、ここの音楽の背景には一体何が広がってるんだろうっていうふうに感じてしまう。だから
実際はいろいろな形で録音物っていうか、記録のは残ってるんですが、実際ほとんど世には全く出ていないし、僕も初めて触れた時に、あ、こんな近藤浩一さんっていう素晴らしい音楽家がいたんだっていうことを初めてこの本で知って、すごく衝撃を受けたんですよね。だからね、その海太郎さんはもう何度も、長島にも通われて、何回ぐらい八谷さん、海太郎さんとかってもうそちらで行ってるんでしたっけ？結構もう通ってる感じですもんね。ですね。最初が2017年からなので、もう5、6回ぐらいはその都度滞在されて資料を読み解いたりされてますね。その試みがこういう形で、これはまだ本当に途中というか、これから続いていく取り組みだと思うんですが、その一部をご覧いただいたという感じですね。でね、本当もっといろいろ話したいんですけど、どんどんサクサク進んでいかないといけないので、3本目いきましょうか。ほこらに続く道という、これは平井優子さんというダンサー振付家の方が出演されている映像です。はい、じゃあお願いします。生まれは岡山市の一宮っていうところなんですけど、今は倉敷市に住んでます。記憶はないんですけど、3歳の時に、ダンスがやりたいってなって、親に頼み込んでバレエ教室に連れて行ってもらったけど、まだ3歳では入れてくれなくて、1年お家で自分でトレーニングトレーニングってほどじゃないですけど、自分で踊って4歳から始めました。ライブで初めて来た時に、そこのライブハウスのところからちょうどあの祠の島が見えるんですけど、あの祠が島にポツンとあるっていうのがすごく劇的で、なんか一番気になったポイントだったんで、今手つかずな感じで残ってるし、こう人がなかなか踏み入れるような場所ではないと思うんですけど、なんかこう物語ってくるようなすごい存在感を持ってて、対岸にこの施設があって、それをこうずっと見守っているような存在としてあそこにあるっていうのがすごい神話的でもあるし、何かのこうストーリーを感じるなっていうか、あの自分がアーティストとしてはすごくインスピレーションをかき立てられるものではあるなと思って。本当に島として美しい、自然豊かで、その景観の美しさっていうのにまずは圧倒されて、風の向きだとか鳥の声だとか、なんかこういうとすごくスピリチュアルな感じに聞こえるかもしれないんですけど、なんかこうそういうものを得ながら踊れるような空間だなっていうふうに思いました。その目に見えて、対岸に施設も見えて、で両脇に海があって、でそこがその祠に続いていく道になっているっていう、でいろんなことが歴史上起こってきたことは間違いないしっていうものを、もうあの場所一つでこう集約している感じがしました。綺麗にまとめると、偶話的にそのストーリーを作ってるような場所だなという気がしました。
3本目の映像は、祠に続く道、出演はダンサー振付家の平井優子さんでした。で、まあ、先ほどの青い鳥角座の足跡が、まあ、音楽を通して、長島という場所に、まあ、向かい合っている作品だとすれば、まあ、今回は、まあ、まあ、ダンスという、まあ、身体行為を通じて、まあ、長島に向かい合った作品ですね。で、ヤリアさん、まあ、その平井さんは、その、どういう経緯で、この今回のこちらには参加することになったんですか？そうですね。平井さんは、さだなみハウスのライブに来てくれたのがきっかけです。ライブって言っても、本当に、コンテンポラリーダンスの静かな、大きな空間を使って、ここで踊ってくださったんですけど、で平井さんはもともと、京都のダムタイプなんかにも所属されていて、岡山では本当に貴重な、もう稀有なコンテンポラリーダンサーの方なんですけれど、すごくここの手影島、さっき映像に映ってた、島を舞台に演劇ができないかっていうことをすごく興味を示されて、道引きがやっぱしとても美しいので、で演劇のリサーチをするドラマトゥルクの人を連れて、ぜひ長島には来たいとおっしゃっていました。でそのまさに、手掛島ですかのに向かう、まあ、道でこうダンスをされているという映像なわけですけど、あの場面見てヤリアさんどんなことを感じました？お店を始める時から本当に窓から見える島の、うん、そして潮の満ち引きってすごく神秘的だなって思ってたんですけど、なんかすごく本当に平井さんが踊ってるのを見て、まあ、ドキドキするというか、すごく華奢で小さな体なのに本当に体のもう隅々までが美しくて、なんかうっとりするような作品でした。ですよね。だからなんかそのまあ劇中の映像の中に偶話的にストーリーを作っている場所だっていう風な発言を平井さんがされていて、そこにダンスでもう一つまた別のストーリーを加えてるというか、まあ、もしくはそのストーリーを翻訳してるというか、体を通して、こういう試み取り組みの仕方があるんだなと思って、僕も映像すごく面白いなと思って見ていました。山口さんいかがですか？その平井さんのダンスの場面を撮影していてどんなことを感じました？僕がこの時初めてお会いしたんですけど、もうディレクションはほとんどしてないというか、もう自由に踊ってくださいという形でやったんですけども、本当どんなダンスを踊られるかも分かんなくて、うん、もうとにかくもう一回こっきりなんですよ。だからやり直しもしてないし、なのでもうこれを逃す前とずっとこう追いかけて撮ってたっていう、まあ、必死に撮ってたって感じが僕の中では大きかったですけど。これ音楽もまあ山口さんが作られてて、はい、でこれなんか見てて本当に平井さんと山口さんの音楽を通したコラボレーションみたいな感じもしたんですよね。なんか本当その時に特に音楽を流さずやってたのかな、あんまりその音には執着なく踊っていただいてたので、うん、まあ後付けの音なんですけど、でもなんとなくその空気感を、あの場所の空気感をなんか出せたらなっていう。そっか、まさにじゃああの場所からインスパイアされて作られた音楽でもあるっていう感じですか。そうですね、はい。なるほど。で今のが3本目、平井陽子さん祠に続く道だったわけですが、4本目が
今度は山川冬樹さん、美術家音楽家の山川冬樹さんが出演される思いをつなぐ海という、これ12分ぐらいの映像ですかね。じゃこちらをご覧いただきましょうか。あれはですね、父の仕事の関係で、イギリスのロンドンで生まれました。でもう2歳ぐらいの頃に、日本に、来て、そこからは、住所でいうと横浜市なんですけど、住んでます。美術と音楽と舞台芸術の3つの分野を、渡り歩きながら活動してて、自分の身体とか、声を使って表現してる。展覧会で、展示するような作品を制作して発表することもあります。瀬戸内国際芸術祭に、参加を、誘われたといいますか、沢良木ノイさんという美術評論家の方がいて、その方が僕を、大島に、推薦してくださったことがきっかけなんですね。自分が、アーティストとして、大島で何をすべきなんだろうってことは、最初結構悩んだんですよ。大島の歴史、あるいはハンセン病の歴史というものの接点を見つけられないでいた時に、たまたま正石モーっていう名前をですね、ハンセン病文学全集の中に見つけたんですね。で、正石モーのモーはモンゴルのモーなんですけれども、僕自身、孔明を鳥羽共和国で、学んだんですけど、なんかそのモーっていう名前に惹かれたんですね。なんでこんな名前なんだろうと思って、そしてその正石さんの作品の中に描かれているモンゴルの風景っていうのが、まさに僕が歌を学んだ風景そのものだったんですよね。療養所にね、通いながらもこう自分がそこで何をすべきかってことをずっと探し続けながら、正石さんの作品を通してなぜかモンゴルでそこに生きた正石さんっていうハンセン病の、回復者の方の、縁ができて、押しても引いても開かない扉が正石さんの作品と出会ったことによってスッと開いて、そして療養所の中にこう入れたみたいな。長島も大島も島ではあるんですけど、長島には今は橋がかかっていて、車でね、行き来できるわけですけど、人間回復の橋って呼ばれていますよね。奥長島大橋が正式名称ですけど、長島の人たちにとっては
まあ、本当に重要なあの橋だったと思うんです。橋がかかった時の、まあ、喜びといいますか、差別の境界線がそこで、越えられたというような、意味はものすごく大きくあると思うんですね。海っていうのは差別の境界線といいますか、そこから逃げられないように入所者の方たちを閉じ込めてきた、ものでもあるので、まあ、ここ長島でもそういう話はあると思うんですけど、まあ、療養所から、逃走しようとして、まあ、海を泳いで向こう岸を目指した人たちが、かつて、まあ、たくさんいらっしゃって、で瀬戸内海って穏やかなようでいて結構潮の流れが速かったりして、で、まあ、たくさん溺れて亡くなってるそうなんですね。ですから、まあ、途中で途絶えてしまった大島から四国本土へ向けて、まあ、引かれた線を、逆に僕が四国の方からつなぎ直すみたいな、そんな気持ちもあって、車で渡れる橋ではないですけれども、まあ、四国本土と大島をつなぐみたいな、あのそれをまあ作品として、まあ、作品で表現したっていうのが海峡の歌っていう作品になります。海に明け海に暮れよく我が窓も、秋深まりて島近く見る、読む我が見飽きたら風景も遠くちし、気に留めるとき踏むやつ、若き日に脱走の船漕ぎしてを、隊員の共に打ち振る像や。僕らはもちろん僕自身も、まあ、隔離されてきた立場にないわけですよね。で、まあ、外から訪れる方は当然そういう立場にはなくて、ある意味で自由な立場と言えるのかもしれないけれども、で、まあ、本当にじゃあ僕ら自由なのかっていう問題であるとか、まあ、もっとこう身体に関しての話で言うならば、僕の手にはね、あの指が5本ありますよね。で、まあ、腕が2本あったり、でいわゆる障害があったりもしない。でも逆に言うと、まあ、指が5本しかない。いや、例えば指が6本あったり腕が4本あったら、例えばどんな演奏ができるんだろうかとか考えるわけですよ。なんか僕の演奏ってどこか身体のこのなんていうの、有限性をこう拡張していくようなところがあって、で有限性の中から何を生み出せるのかとか、ディサビリティの中から、まあ、アビリティが生まれるっていう、そういうことに興味があって、で例えば長島だったら、まあ、青い鳥楽団、まあ、盲人の方たちが、まあ、不自由な手でハーモニカを取り、でそれもあの演奏しやすいようにね、あの工夫して、で展示の楽譜を下で読みながら、もうすごい音楽を奏でたわけですよね。でそうやってなんかあのおそらくここに生きてきた人たちというのは、まあ、誰よりもそういった有限性の中で戦ってきた人たちなんだと思うんですね。でその戦いの中から生まれた音楽であるとか、まあ、絵画でもいいですし、いろんな作品だから、それに触れることによってなんか自分の原点に戻れるというか、まあ、勇気をもらえるというか、いろんなことを教えられるというか、そういう感じがするんですよね。で芸術にもそういう、まあ、歴史があるように、ハンセン病にもハンセン病の歴史があって、で療養所に通いながら、まあ、歴史を勉強してるんだと思うんですよね。療養所に通っていろんなことに触れることは楽しいと同時にすごく重要な使命を負っているような気がしてますね。それがどういう形になるか分かりませんけどね。
4本目にご覧いただいたのが、美術家音楽家の山川冬樹さんの出演の、思いをつなぐ海という作品だったんですが、いやもう最後の芳名とイギルですかね、強烈すぎて頭の中でぐるぐる回りますね。あのあれも、対岸というか向こうに大島がちょうどあって、大島の方に向かってっていうシチュエーションなんですけども、なるほど、あの島の静かな、ね、なんかあのやっぱ方面っていうのが響いてるのがやっぱすごいすごい時間でしたね、あの一瞬でしたけど。うーんですよね。ヤリアさんいかがですか？いや本当あの山川さん滞在してくれてる間いろいろお話を伺ったんですけど、本当にこう体を使いこなしてる人だなと思って、あの身体の有限性の拡張って言われてましたけど、私もやっぱ今いろいろと長島でいろんな人の話を聞く中で、長島って本当に隔離された海で遮断された場所だったんだなとか、そういうことを思うときに、今私岡山から長島まで40キロぐらいの道を定期的に歩いてるんですけど、なんかすごい体がしんどいっていうか悲鳴を上げてでも慣れていくとだんだんと体も慣れていくっていう、その感覚を味わっていて、でそれをそう思ってた時になんか山川さんと知り合ったので、なんかすごく体の感覚みたいなことにこう自分も耳を傾けていきたいなって思いました。体の感覚、その体験すること、これはまあ後の作品にもつながってくることかもしれないですけど、やっぱりね、その長島って場所は行くことによって初めて分かることとかね、その場所にあの立ってみて初めて、なんていうかこう肌で感じるものがすごくある場所っていうのはありますよね。だからあとその結構いろんな山川さんやっぱお話も素晴らしいなと思って、なんて言うんでしょうね、島のその僕とか山口さんもある意味そうだと思うんですけど、島の外の人間が愛生園っていう場所
に、まあ、どうやって関わっていくことができるのかとか、なんかそこのことをすごく意識されてるなという感じがすごくしたんですよね。実際にね、大島の方で何回も通われて、本当にいろんな活動もされてて、もちろん作品も残してる方なんですけども、うん、まあ、インタビューの中でも結構やっぱりその大島の思いっていうのと、あとまあ実際に長島も何回か来られてるんですけども、やっぱ同じ島でも、あ、やっぱちょっといろいろね、雰囲気も違ったりするんやろうなとかは、ね、逆に大島の方も行ってみたいなっていう気になりましたけどね。うんうん、なるほどね。かわいいです。で、これが、今、山川穂之さんの。大丈夫ですか、ヤリアさん。ごめんなさい。淡々と、進めてください。ようやくこれ半分ですかね、4本。そうなんですよ。本当はね、もっといろいろ、いろいろ話したいんですけど、むしろあれだったら、ヤリアさんなんか話したいことあれば、言ってくださいよ。大丈夫です。進行なんて。これみんな見えてるんですよね。僕ら3人が喋ってるだけじゃない。いや、見えてると思いますよ。見えてない、なんか問題がある方いらっしゃったら、チャットでコメントいただければと思います。なんかちょっと不安になりますね。ね、そうですよね。で、じゃあ進めますが、次が、まあ、ちょっとここまでの4作品っていうのが、まあ、音楽家だったり、まあ、アートだったり、まあ、表現者の立場から、その長島に取り組んでいく、向かい合うっていうことがまあテーマとなっていたわけですけども、次からはまたちょっとまた別の、今度入所者であるとか ICA の関係者の方々っていうものがまあ登場人物になってくるという感じで、その作品の一つ目が、石田正夫さん、夏子さんというご夫婦、入所者のご夫婦の方で、まあフルバージョンだと、50分ぐらいでしたっけ、山口さん。そうですね。はい、これ素晴らしいので全部ぜひ50分ご覧いただきたいんですけど、まあ今日は50分流せないので、ダイジェストを、2分バージョンを、作っていただきました。じゃあこちらお願いします。愛線での結婚を、はできる、だけど子供ができない、というような結婚というのはね、まあ、親特にお袋から見たらね、それはまともじゃないと。私がどっかちょっと行ってる間に、家に帰っちゃったんですよね。母親とおばあちゃんと、で、まあ、私はずっと親に捨てられたと思って。本当に小さくて短いもんだけど、いくつも幸せを見たことはあるよと。僕らがこうして20年前に一緒になったということを今振り返ってみたら、本当に光ってるんよね。かなり強い光を放って自分たちをね、励ましてくれているようにも思えるわね。私って今まで嘘とか隠し事結構あって、ね、ありますから、そういう意味ではそういうことがなくなったっていうだけでも、なんか気持ちがこう楽になったっていう部分はありました。ちょっと途中で、あれ、最後が切れちゃいましたかね。これが、石田正夫さん、夏子さんご夫婦の、長島ストーリープロジェクト、ボイス1の、まあ、ダイジェスト版2分です。前編フルバージョンが51分という感じなんですが、この頃も、あれですね、アーティストも、ね、さっき山川さんも4本ぐらい撮ってて、で、やっぱり次はもっとなんか、入所者の方の声とかが、ビデオで残せたらなっていう話もちょうどしてた時で、それの1本目がこの石田さんご夫妻だったんですけども、なんていうか、いい話というか、まあ、どこも切るとこはないなっていう感じやったんですけども、ほぼ
フルでは編集は一本にはしたんですけども、うん、やっぱりヤリアさんとのこの会話の自然の流れが一番出、ねね、てたなっていう、うん、本人は どうですか、うん、どういう感じでインタビューに臨んだというか。そうですね、まあ、石田さん、正雄さんと夏子さんのことは特に正雄さんの方は愛生園の宣伝隊長のような感じでいろんなところでメディアにも出て自分のことをお話しされたりしてるんですけれど、まあ本当だから改めて聞くっていうような感じでいいのかなって思いつつお話をさせてもらったんですけれど、まあ、やっぱし普段夏子さんがなかなかこうお話をされないっていうこともあって、もう本当オープンしてからすごくお二人にはお世話になっていて、食事もお宅に訪ねて食べさせてもらったり、すごくいい関係というか見守ってくださってる人たちなので、すごく話す時もなんか楽しくさせてもらったなっていうような感じで、でもやっぱし話を改めて夏子さんの言葉で聞くとか松沢さんの言葉で聞くっていうも知ってたエピソードもあるんだけど、やっぱ改めて胸になんかグッときて、うん、やっぱ言葉が詰まる時もありました。本当ね、いい話たくさんしてくださって、僕も、まあ、テープ起こしして原稿まとめたわけですけど、ちょっと感動してちょっと涙腺がみたいなぐらいな、本当にいい話たくさんしてくださってんですよね。で夏子さんもとてももちろん話すのに勇気がいるようなこともとても大事なことを喋ってくださって、で、まあ、お二人が、99年ですよね、結婚されて、で愛生園であれ20何年ぶりかの結婚っていう話ですよね。でそれが、まあ、今は最後の結婚というか、結婚するカップルはいなかったっていう意味で、その結婚生活のこととかも何かすごくお互いの愛情みたいなのが伝わってくるような話たくさんしてくださって、なんかロケーションも後ろのバックの海のキラキラしたところも含めてですね、なんかすごく感動的な映像になりましたよね。うん、なんか偶然ね、ほぼ光なんで偶然なんですけど、うん、ちょうどキラキラした時にすごいこうハッピーな話に変わったりとか、うんうんうん、なんかリンクしてたのがすごい面白かったなっていう、うんうんうん、そうですね、いろいろとコメントもありがとうございます。ちゃんと見えてるということで良かったですね。良かったです。これ本当3人だけだったら本当どうしようね。そうですね、ああよかったです。で、南波さん、結婚された方のエピソードフルで見たいです、フルバージョンの映像51分の方でご覧いただけますんで、ぜひチャプターに分けてるので、うん、ね、全部ずらっと見れるんですけども、うん、途中からとか見れるようにはなってますよね、うん、そうですね、この後に一番上のチャット欄のURL 上の方に URL が書いてありますと、ここから見れますのでっていう感じですね。で次いっちゃっていいですか、エリアさん。大丈夫です。次が、長島ストーリープロジェクトボイス2、これ宮崎和恵さんというこれも、長い道とか、まあ、いろんな著作のある宮崎さん、最高でしたね、和恵さんの、うん、僕本読んでいってたんで余計もうちょっとファンから入ってたんで。いや本当そう、素晴らしい貴重なお話でした、ね、貴重な話をしてくださいましたが、フルバージョン35分で、まあそれのダイジェスト版を、まあ、ご覧いただきましょうか。だからね、ライブやんで暇がなかったの。そうですね、片目時代から。そういう病気のことで悩むというよりは、うんうんうん、だからライブね、いつ悩むかまだ悩んでないから、これからゆっくり悩むわ。これからゆっくり、うん、
17、18、花の17、18よ。何の夢もない、避けるもんもない、うん、慰めるのとってもじゃない、うん、ただ、かずちゃん、手当てして、分かったよって言って、うん、もう座り込んで、もう本当に何人もね、うん、って言って同じ仲間が私の病棟に飛んできて、死んだったっていう、うん、その時だけは本当に今も涙出るくらいかわいそう、うん、あの人間ってね、あのいくらでもあのこう囲っていてもどっからでも根を出すことができる、大木と一緒で、うん、枝をどこからでも広げることができる、うん、本当にすごい人間って、うん、今のが宮崎和恵さん、現在93歳の方ですが、ものすごいパワフルで、お会いしたらちょっとびっくりしましたね。一番元気でしたね。本当ですよね。2時間インタビュー自体2時間ぐらいでしたっけ。で、2時間超えてましたよね。しかももうほぼこうノンストップで、あのヤリアさんが質問を挟む暇がないぐらいに語り尽くすみたいな感じでしたよね。座る前から始まっちゃって回ってないのに待ってと思って、あのマイクつける前に一番大事なこと全部言っちゃった。ちょっと待ってくださいみたいな。いやー、すごいパワフルでした。ですよね。でもこう一個一個聞いていくと本当にすごく重要なパンチラインというか、いい話、言葉をたくさん話してくださってて、僕ね、すごく好きなのが、なんかその、まあ、ご自身のその執筆、その書き手、物書きとしてのなんかその信念みたいな話で、その、私が書いてるのは本当にありきたりなこと、で、意識してるのは、まあ、文章が硬くないっていうことと、嘘はつかないっていうこと。で、財布の中に100円しかなかったら100円と書くと。で、僕これかっこいいなと思ってる、なんかラッパーみたいだなと思ったんですよ、本当に。いや、なんていう言葉の選び方とか、うんうん、あの喋るリズムもそうですけど、そうですね、すごいあのリズミカルな人やなっていう。うん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 、そうですよね。ヤリアさんどうですか、和恵さん。そうですね、本当にあのアキさん言われてたみたいにリズムがすごい良くて、こうなんか消毒の話とかするときもポン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 とかってこうジェスチャーとしゃべりがこう連動してるのがすごくあのチャーミングな方なんですけど、この方はもともと病気の友達がいて、もっとあの雷病を患ってひどい方、その方をまあ見舞うためにずっとスープを作られていて、でそのスープ あのレシピを考案されてた方が料理家の辰巳よし子先生だったんですね。でそれがきっかけで辰巳よし子さんの映画に出られたりとか、ご自身の体験を80歳過ぎてワープロで打ち出して、うん、本を2冊も作られて、で今でも機関誌の愛声で連載を続けられてる、本当パワフルで、私もアッキーさんと同じようにファンになって、和恵さんに会いたいなってずっと思ってたんですけど、みんなから和恵さんはなかなか出てこないよみたいなことを聞いていて、どこかで会えるかなって思ってたら、旦那さんのさっき写真で出てた高之さんが亡くなられて、まあ、ちょっと多分気持ちも落ち込んだんですかね、そういうタイミングでさだなみに来てくれて、もう今ではすっかり常連さんになってくれて、うん、そういうやっぱし時の流れっていうのがすごくなんか、うん、なんかここやっててよかったなって思いました。ああ、なるほどね。和恵さんはね、そのお話もとっても魅力的でしたけども、やっぱりその文章もこの長い道っていうのも本当に素晴らしくて、その今ヤリアさんがおっしゃったそのまあ親友のトヨちゃんのその最後の日々を綴った温かさがあったから生きてこれたんだよっていう、まあこれ僕本当これもすごい素晴らしい、感動的っていうとちょっと陳腐な言い方ですが、とても大事なことを書かれた
文章で素晴らしい書き手ですよね、和江さんね、本当にね。だからまあお元気ですから、まあこれからもどんどん、まあ昭和3年生まれの93歳ですがね、ガンガンこれからも書いてていただきたいですよね。耳がすごく良かったじゃないですか、和江さん、うんうん、93歳ってなったら結構耳が遠くなるっていう現象がそうやと思うんですけども、ね、うんうん、全然耳が良くて、あの、うんうん、聞き直す、なんていうか、聞き直すことがほとんどなかったですもんね。ああ、確かに、うん、そうでしたね、うん、でこう早いですよね、ヤレさんがパッて聞いたらもうちょっとこうかぶり気味ぐらいですぐ答えてくれるみたいな。なのでフルバージョンをぜひいただいたら、うん、あの分かると思うんで。そうですね、そうですね、はい。で、続いてが、今度、ボイス3、今度はあれですね、その入所者の方ではなくて、まあ、その愛生園の職員として関わられた内田早苗さん、播磨佳子さんという、まあ、92歳と87歳の姉妹の、映像の、まあ、これ、全部トータルだと20分ぐらいですか、のこれのダイジェスト版2分ですね、をご覧いただきましょうか。あんまりいいところとは近所の人たちも言いませんでした。それでどうしてそこへ勤めるんじゃっていうふうにね、問いかけられたこともあった。いろんな身の上話とかなんか聞かされたり、そしたらかわいそうになったり、ね、一緒に泣きながら話してた。子供は子供なりに小さい時から来ては辛い思いしてる、親親で話してきた子供のことが気にかかる、そんなのがなんとなく分かるような分からないような、分かって、いや分かったと言ったら嘘だろうと思うけど、分かったような気がしてました。今こうあのみんなとこう普通に話ができたりね、いいことだと思う。はい、こちらが内田早苗さん、播磨佳子さん、愛生園で、長年働かれた職員の方の、作品でしたが、ヤリアさんいかがですか。これは、まあ映像 の, あの収録されたのはさだなみハウスで収録されているわけですが、あ、今ミュートになってるの。そうですね、うん、あのこの内田早苗さんと播磨佳子さんとの出会いは、あのここにまだあの勤められている職員さんの旦那さんのお母さんだったんですね、早苗さんが。それでもうあの本当90歳過ぎて、今あのいろんな、まあ、愛生の、まあ、生き字引じゃないですけれど、いろんなことを話していて、でもこれを私だけが聞くのがなんかもったいないのよねっていう話から、じゃあちょっとぜひあの合わせてくださいっていうことで、あのお二人との会を実現させたんです。でその時にあの中尾さんにこんな人が来るんだけどっていう話をしたら、もう本当に大喜びされて、もうあの退職してから全然会ってなかった、もう手紙のやり取り少しはしてたけれど、もうどうしてたんだろうって、もう自分とあの佳子さんの方は同い年で、自分があの病気で外のあの病院に入院してた時も本当つきっきりでいてくれて、夫婦と見間違えられるほどだったっていうお話をされてて、で今あの夕凪の会っていう名前をつけて、あの定期的にここで集まろうっていう、本当思いがけず同窓会の場にな、うん、ったんですけど、はい、そんなお二人の。なるほど、素敵な話ですね、はい。だってその中尾さん、まあ、1本目ので登場されその自治会の会長の方ですけど、このお二人姉妹と再会されたのってもうそれこそ30年ぶりぐらいの再会だったわけですよね。そうです、本当それぐらいに
なって お互い老けたなってそれは30年経ちは、ね、そうですが老けますが、そうです、そうです、うーん、山口さんいかがですかこの作品に関しては。まあね、このこの中で一番長島をなんていうのか違う角度で見てきてこられた方で、特にね、よしこさんの喋りがなんかすごく鋭くて印象的ですね。なんかやっぱりこう外から静かに見てるっていう、あの何年も何十年も見てたっていうのが言葉に出てたなっていうのがありましたね。うん、そうなんですよね。だからあのお二人、そのまあ職員っていう立場で、そのまあ入所者の方々とのまあ接してられて、そのお話はすごくなんていうか あまり聞いたことがないお話だったんで、僕もまとめていてすごく興味深く読んだんですよね。だからその例えばまあ入所者、まあ、同世代ぐらいの子供だ、まあ、子供というか若者に対して、まあ、すごくこう寄り添っていくあのところもあるんだけど、ただその彼らの苦しみっていうのを私たちは完全に理解することができないっていうような、何かそこにもすごくあのお二人の誠実さというかみたいなものも感じたし、ある種入所者その、まあ、職員っていう立場そのから見てるという意味では、ある意味ちょっとヤリアさんのポジションにもちょっと近いところあるのかなっていう感じも僕はしたんですが、どうですか。そうですね、まあ、私は本当当事者でないっていう立場で言えば、うん、すごく一緒な部分を感じるんですけど、職員さんたちって本当実は一番入所者の人たちのずっとそばにいて、もう長く勤められてる方は本当長く勤められて、多分こう語れる言葉っていうのはたくさん持ってるんじゃないかなと思うんです。でもやっぱしその守秘義務、特にまあハンセン病療養所っていうすごく匿名性の高い場所で職員さんをされるっていうことは、まあ、いいことも悪いこともぐっときっと胸の中に秘めてることもたくさんあるだろうなと思うし、実際お二人のお話を聞いた時も、私こうカメラのない場所ではすごくたくさん言葉をこう発してくださったんですけど、やっぱカメラが回った時に多分いろいろと心の中でどこまで話そうかとかっていう葛藤がありながらこう言葉を選んでくれたんじゃないかなって思うと、なんかやっぱりその出来上がった作品を見て、お二人の存在感が本当いろんなことを物語ってるんじゃないかなって思いました。本当ですよね。最後のヤリアさんと3人の写真とかとっても素敵ですよね。可愛いというか2人お揃いのマフラーつけ て、ね、あれも可愛いですよね。そうなんです。でこれが7本で、これは次で最後ですね。8本目、これがボイス4で、まあ、まあ、ちょっとさっき、ヤリアさんからの話がありましたけど、愛政という、まあ、愛政の機関誌、これは昭和6年からずっと、まあ、発行されていて、まあ、戦時中一時中断されたことはあったようですが、まあ、今もその発行されている機関誌を編集されている、駒林明夫さんの、を紹介した映像になります。じゃあ、お願いします。すごい綺麗ってか、すごい静か今日。いや本当にすっごい静かですよ。さっきも湖みたいって言ったけど、本当なんか波がね立ってないですよね。あカモがちっちゃいおばあちゃん、本当にね、うんうん、まあ痩せてるのもあったし、もう小柄だし、うん、ちっちゃいおばあちゃんだったですね、うんうん、例えばね、娘がある日突然ここに会いに来たとするした時に、うんうん、もう自分がここでただいじけてぐじぐじして暮らしてたら、うん、なんでこんな母さんだったのかって、もうそれはもう言われたくないと、自分がここでそうやって何かに打ち込んできちんとやり遂げていくっていうことがそこにつながってたと私は思ってるんですよ、うん、だから病気の
を持ってここに入った人たちにもちろん変わりないけど、うん、その後の人生ってもう全然多分そういうの私はそれ意識したことなかったし、二見さんはそうやって手も悪いし、うん、和光さんだって私は鼻が欠けたんじゃんってちょっと病気のね、うん、あの具合で、でその手術をしてね鼻つけてたらしいんだけど、うん、全然ね、うん、もう全然そんなの関係なくこの部屋のここでですね、うんうん、このテーブルが真ん中にあったので、うんうん、みんなでこうお茶の時間とかも過ごしたし、うんうん、本当に幸せな時間でしたね、うん、はい、ただいまの、作品が、愛生誌、愛生の機関誌を編集されている駒林さんが、ご登場いただいた作品です。ヤリアさんどうですか、駒林さん。いやなんか本当駒林さんストイックな方で映像を見て改めてストイックな人だなって思ったんですけど、ふとすごくよく歩かれる、まあ、それは編集部で出会った和光凡司さんが歩きの神様だった、編集の神様、歩きの師匠だったから、うんうん、一緒に歩いたり自分も歩くようになったって言ったんですけど、本当にもう日常的に20キロぐらいよく歩かれるんですね。バスで映画を見に行ってその帰りに歩くとかで、山でなんかね遭難したら死ねとかっていうようななんていうか、山で遭難するならしたら潔く死ねみたいなことをストイックというかすごい話です自然に迷惑をかけるなっていうような、なるほど、ふとその言葉を思い出したやばい話ですね、それは。なるほど。でもね、その愛生っていうのはその機関誌でもあるし、入所者の方々がその 作品を発表する場所にもなってきたりしていて、とってもすごく重要な、なんていうか、アーカイブ、まあ、その資料の宝庫でもあるし、で、まあ、この撮影の時にその愛生の編集部でもお邪魔しましたけど、本当に今までの愛生が並んでるのはもちろんですけど、それ以外の関連資料とかもすっごく細かくきれいにアーカイブされてて、うん、でそれをその出てきたその和光凡司さんっていう、なんだっけ、生理の神様っておっしゃってましたっけ、ね、だからそういう人がいて愛生っていうのができてたんだっていう話を触れて、僕もとっても感動したんですね。山口さんどうですか。いや駒林さんが世界一幸せな職場っていうことをおっしゃってましたけど、なんかそれを言えるってすごいなっていうのと、あとそういう現場を本当にねずっといらっしゃったん、ある意味すごいことやなっていうか、うん、でその生理の神様がいて、歩きの、まあ、師匠と、あとね、そのもう手も悪くてずっとその編集業っていうのをやられてるという話もありましたけど、やっぱそういう編集に込めてる愛情みたいなのがすごかったんやろなっていうのは感じましたね、うんうん、だからちょっとそこは自分たちも見習わなあかんなっていうか、うん、確かに確かに、一つ作るものとしてなんかそれぐらいやっていきたいなってちょっと思いましたね。本当ですよね。で、そのあれですね、今の作品の中でもちょろっと触れられてましたけど、ヤリアさんはその過去の愛生を読む会っていう会をやるんですよね。そうですね、今こういう本当昔のいろいろとバックナンバーがお店の中に集まるようになって、これなんかすごくレイアウトとか興味をそそるデザインの冊子 でこれを本当ただ読むだけっていう、すごく読むだけなだし、皆さんそんなにこう療養所のこととか詳しくない
人たち、若し、今日も聞いてくださってる方結構いるんですけれど、すごくみんな夢中で2時間ぐらいシーンとした中読んだりするんですよね。でもやっぱりその中で今入所者の人たちに聞く話と、本当にここにはたくさんの人たちがいて、でたくさんのいろんな生活があったんだなっていうのが本当によくわかる本になっているし、さっきの近藤浩一さんもたくさん詩を書かれていて、なんでこんな表現がみんなできるんだろうっていうくらい研ぎ澄まされた冊子です、うん、で駒林さん自身も職員さんなんですけれど、看護師さんとかでもないし、介護員さんでもない事務型の職員さんでもなくて、入所者作業っていう、本当入所者の人たちが作っていた場所に就職をするっていうちょっと特殊な立場の方でもあって、だからこそより愛生を作ってた和光盆司さんや二見さんなんかととても身近な、上司でありっていうような立場、なんです。なるほどね、なるほど。その愛生のバックナンバーは、その愛生を読む会でも読めますけど、さざ波ハウスで、一部保管されているものは読めるっていう感じなんですよね。そうですね、バックナンバー歯抜けではあるんですけれど読めるようになっていますし、愛生編集部の隣にある神谷書庫に行ってもしっかり全部保管されているので、本当気になる方はパラパラめくってもらいたいなと思います。本当ですね。いろいろとコメントもいただいていてありがとうございます。ありがとうございます。ね、愛生の編集者さんや和江さんのお姿が見れて読者としてテンションが上がりましたと。ヤリアさんのお話もたくさん伺えて素敵な時間になりましたと、土屋さんいただいてますね。嬉しいですね。で、南波さん、愛生を読む会に行ったことありますと。で、この本ぜひ読んでほしい。入所者の表情や心情が垣間見えるのでっていう。で本当ね、愛生昔のものもそうだし、昔のものを読むとすごく身近に感じますよね、入所者の方々がね。だから、ぜひさざ波ハウスのまったりとした時間の中でね、読んでもらえると嬉しいですね。あとここにもチャットの方にリンクを貼っていただいてますが、感想がGoogle フォームのアンケートで、書けるようになってますので、こちらの、Google フォーム、もしよろしければアンケートの方ぜひご協力くださいというところで、8本ザザッと、ダイジェストも含めてっていう感じですが、見てきたわけですけど、山口さんどうですか。結構最後の方とか怒涛の進行で大変だったと思うんですが、ここまで取材してきてみていかがでしょう。いや特にアーティストものと今回ボイスっていうタイトルで入所者の方とか、もっと身近な声っていう意味での動画に作りましたけど、まだまだあるんだろうなっていうストーリーが、なんかもっともっといろんなストーリーをこうやってビデオとか記事にしたりとかっていう作業は今後も本当やっていきたいなっていう、今正直な気持ちですかね。本当ですよね。僕も後半の4本の取材しか同行できてないですけど、やっぱりハンセン病の、入所者っていうふうな大きな言葉でくくれないというか、本当一人それぞれのなんか物語ストーリーがあって、そういう本当一人一人の声に耳を傾ける意味みたいなものをすごくなんか感じたんですよね。だからやっぱりこれからも僕もまさに物書きライターとして身傾けていきたいなというふうに思ってるんですが、ヤリアさんはどうですか。こうやって8本取材してきてですね、やっぱしお店でいろいろ世間話っていうような雑談はたくさんするんですけれど、改めてその人が考えてることだったりだとか、これまでどういう人生を歩まれてきたかっていうことを、カメラを向けて、しかも記録として残すように取材をしていくっていう行為をしていくっていうことが、なんかすごく重みのあることっていうか、やっぱ自分の中で一歩踏み込んだっていうような感覚がすごくあって、カメラを嫌う方も
たくさんいらっしゃいますし、うん、いろいろ打診をする中でちょっととかいろんな事情を話されて、あ、すごい全然自分の想像力がいた、なんかあれだったなとか、本当改めてここにいる人たちの生活について、まあ、考えたり、でもやっぱしその人たちの話を聞いて、あ、ここの生活ってこんなに楽しかったんだなとか、なんかすごく学ぶし、これからも本当いろいろな人の話を聞いて、こう自分の心がどう揺れ動くのかっていうことをなんか体感していきたいなと思いました。なるほどね。で、今回の、まあ、取材は、まあ、映像で、これ一番このチャットの一番上の方にですね URL が貼ってあって、まあ、こちらからですねそのフルバージョン、見れるご覧にいただけます。で、まあ、それにか紐づいた、取材記事というものも、読めます。あ、今、はい、ありがとうございます、貼っていただきましたね。こちらのリンクから読めます、見れます。で、実はもう一つ、この取り組みとして、冊子も作りました。で、ありがとうございます。今ヤリアさんが持っていただいているこの、7インチレコードのスリーブに入れるという完全に僕らの趣味で作っているものですが、まあ、この中に、テキストの、まあ、ダイジェストというか、これもまあ短いものですが、それとあとフォトグラファーの、池田正弘さんが撮られた写真、とっても素敵な写真ですね、こちらも。と、そのデザイナーの福山由美さんが、作ってくださったんですが、とっても美しい、まあ、僕も実際まだ手元でないので、手に取るのがとっても楽しみなんですが、こういうものがを作りました。で、これはさざ波ハウスに行けばこれはいただけるということですね。そうです、うんうんうん、ぜひさざ波ハウスに来ていただけたらなと思います、うんうん、結構数作ったんでしたっけ。500部今回、うん、もう限定500、限定500です。うんうん、そうなんです。貴重じゃないですか。貴重ですね。僕らまだもらってないですけど。そうですね。はい。ちゃんとなくならない間に送ります。よろしくお願いします。本当申し訳なかったです。うん。コメントも続々といただいてて、ありがたいですね。愛せを読む会、愛せ読み終えたら、ヤリアさんとおしゃべりするというのがいいんじゃないかと、書いてくださってる方。はいはい、いろいろとありがとうございます、コメントも。で、山口さん、映像はじゃあ今後もまたこういった形で撮影を続けていくという感じですかね。そうですね、まあ、正直2020年から 2年でここまで作れると思ってなかったんですけども、でもやればやるほどもっと、なんていうか、自分も知りたいとこも出てきたり、うん、あと、これ8本。僕らがこういう質問してこういうふうに答えてくださいねっていうのが一切ないんで、本当にその場の感じを、ね、皆さん言葉を選んでちゃんと喋っていただいてるので、うん、これは結構貴重だと思うんですよ、うんうんうん、なのでこういうね、愛生が90周年、まあ90何年かなで100年までもう少しっていうところで、愛生のやっぱり歴史をもう一度改めてこういう映像っていう形で残していけたらなと思っているので、うん、まあぜひね、今年も取材をしたいなとは思ってます、うん、ですね。わかりました。ヤリアさん、さざ波ハウスの今後の何かイベントなり予定みたいなのがあれば、告知関係とかどうです、何かありますか。そうですね、3月、うん、19、20、21と3 days ということで、開かれていく継承を一つテーマにして、ライブ、それからトークイベント、シンポジウムをしようと思っています。これはまたちょっとコロナが落ち着いた頃に告知をしようと思うんですけれど、寺尾佐穂さんの冬に別れてというバンドの演奏会と、それから水俣病の患者組織の職員さんである創始者の長野美智さんと、それから文化人類学者の松村圭一郎さんとの、対談、それから寺尾さんのソロの演奏会、
はい、とそれからあのダイアログインザダークという暗闇の中でいろんな体験をするあのそういう場を作られている志村さんご夫妻と、それから和田夏美さんというあの朦朧の手話通訳翻訳をされている方などをお呼びして、まあ、いろんな新しい感覚、うん、とそれからあとジャーナリストの堀潤さんも司会にやってこられます。なんかちょっと盛りだくさんで、うん、あの説明がちょっとあれなんですけれど、うんうん、あのとにまあ、いろいろ愛千円100周年2030年で100周年になるんですけれど、まあ、そこに向けてこの入所者の人たちはあの冒頭にも言ったけれど、もうどれだけ残っているのかっていうような状況で、じゃあ継承、ここにあったことを継承していくっていうのは学芸員さんだったり公的な機関だったり、まあ、そういうところだけじゃなくて、私たちもそれぞれ受け止めたことを次につないでいくっていうことができるんじゃないかなと思って、でそういうことを、まあ、本当心と体で感じていけるような3日間になったらいいなと思うので、あのぜひ告知が始まったら皆さんチェックしていただけたらと思います、うん、ですね。それが、3月19から21っておっしゃいましたっけ。そうですですね、はい、はい、そのあたりはじゃあ告知は、さざ波ハウスの SNS なりウェブサイトで発表されますって感じですかね。はい、そんな感じです、うん、了解です、はい、分かりました。じゃあ、というふうな感じでお送りしてきましたけど大丈夫ですか、山口さん、やりやさん、何か言い残したこととかな、大丈夫ですかね。もうあっという間でしたね。ですね、長いと思ってたのに、ね、でこの後ね、皆さんぜひ映像の、まあ、さっきダイジェストだったものはフルバージョンでじっくりご覧いただきたいですね。とっても本当に映像も音ももちろんお話も素晴らしいので、うん、はい、大丈夫ですか、エリアさん。あのそうで昨日ふと夜思いついたんですけれど、この上映会を、うん、いやあのシネマクレールっていう岡山市のあの素敵な映画館があって、そこでできたらいいなって、うん夢です、思いました。音と映像が本当にとてもいいので、うん、ぜひあのいい環境でそれをみんなで体感できたらなと。いいですね、それは。あのね、で終わった後に感想をみんなで皆さんで話し合うみたいな場とかあったりしたらね、いいと思いますしね。そうなんです。あの出演者の方にもあの舞台挨拶をしていただけたら。ああ素晴らしい、すごくいいなって。もう宮崎さんの社交はいっぱいですね。そうですね、舞台出演2時間ぐらい時間2時間ぐらいですね。じゃあちょっとまたその時にはまた皆さんぜひご参加くださいという感じですかね。はい、はい、じゃあ、はい、今までじゃあ、90分ほどお送りしてきましたが、ご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ矢田さん、山口さん、ありがとうございました。お疲れ様です。さあ、まあこれどうやって終わるんですか。じゃあ手を振りましょうか。じゃあね、あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、これで皆さん構えても落とす。あ、そうですね、どん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 退出。あ、うんうん。